ダイクマンハウスはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタンに現存するマンハッタン島内で最も古い家屋である。現在はダイクマンハウスミュージアムとなり博物館として保存されている。オランダ式コロニアルスタイルの農家でオランダ人の農業家ウィリアム・ディックマンによって1784年頃建築され1868年まで3世代に渡り使用された。 現在はマンハッタンの北端のインウッド地区のブロードウェイと204丁目の角に博物館として保存されている。ダイクマン家の農場はウィリアムのソフヤンにより経営され1660年代より存在した。ニューヨーク市で最も古い家屋であるブルックリにあるワイコフファームハウスより130年ほど後、マンハッタン南部のダウンタウンで最も古い家屋であるマーチャンと S, S ハウスより50年ほど古い建築物である。マンハッタンで最も古い建物はフランシス・タバーンとされる。ダイクマンハウスは1910年よりニューヨーク市の管理下にあり、1916年よりミュージアムとして内部が一般に公開されており、当時から残るピアノなどの家具や家族の手紙などが展示されている。マンハッタンは17世紀中頃までオランダ領であり、 当時のオランダ文化を色濃く残すものが多い。また、マンハッタンの北部は19世紀末までのお城が広がる田舎であり、当時の風景を描いたスケッチなども博物館に展示されている。1967年にはアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。また、ニューヨークの歴史的な家を保存する非営利団体であるヒストリックハウストラストの登録リストの一つでもある。 ニューヨーク市地下鉄、1系統の207丁目駅、または A 系統のインウッドマイナス207丁目駅を、降車後、徒歩数分で到着する。入場料は1ドルで開館日は金曜日、土曜日、日曜日となっている。ありがとうございます。